低減税率本格議論を。公明党の山口那津男代表は10月3日午前、国会内で記者会見し、2015年10月に予定される消費税率 10% への引き上げに伴う軽減税率の導入に向けた議論について、 10% 上げる決断をした時からでは遅いと思います。制度設計や準備作業ということを考えると、逆算をすると、我々はこの年内に積み重ねてきた議論を集約をして一定の方向性を出すべきだと、こう言ってきたわけですね、と力説しました。さらに税率を 10% に引き上げる判断について、山口代表はまず 8% 実施に対する景気経済対策をしっかりと実行した上で、経済の状況を見極めた上で判断をしていくことになるだろうと思います。そこは今どうこうという見通しをつけられる状況ではありませんので、との考えを示しました。衆院選改革で協議再開。自民公明民主の3党は10月3日午後、衆院第二議員会館で衆院選挙制度改革に関する実務者協議を行い、定数削減を含む選挙制度改革に向けた議論を再開しました。席上3党実務者は、先の通常国会で各党が協議を重ねたにもかかわらず合意に至らなかったことを踏まえ、今後の協議の進め方について意見交換しました。消費税 8% 決定で代表が会見。安倍晋三首相は10月1日に開かれた政府与党政策懇談会の席上、来年4月から消費税を予定通り 8% に引き上げるとともに、景気を下支えするため5兆円規模の経済対策を12月上旬に策定する方針を表明。同日夕の閣議で決定しました。政府は年末に2013年度補正予算案を編成し、来年1月に召集される通常国会で2014年度当初予算案と合わせて早期成立を図ることになります。これを受けて山口那津男代表は記者会見を開き、厳しい財政状況の下で、少子高齢化人口減少社会にあっての社会保障の費用、これを安定的に確保して将来にわたって持続可能な制度を維持していくと、そのための必要な一体改革であるという意義づけのもとに、今般の消費税の増税、引き上げの判断に至ったものであります、と強調。消費税率引き上げの基準としてきた経済状況の好転については、本年の4月から6月までの実質 GDP 経済成長率、これを見ますと年率換算で 3.8% に改善をされました。また本日公表された日銀短観における全産業全規模の景況感、これを見ますとリーマンショック以前の2007年12月以来5年10ヶ月ぶりにプラスに転じました、などと指摘。また社会保障の全体像についても、政府の国民会議が8月に報告書を取りまとめたことを受けて、でこの報告書をもとにして、いわゆるこれからの制度の工程表プログラム法案を次の臨時国会に提出するということを決めました。子ども子育て支援と当面の年金改革については関係法律が成立をしております、一定の方向が示されたと理解しております、などと述べました。低所得者対策としての簡素な給付措置については、過去の消費税 3% 導入時平成元年、また5% への引き上げ時平成9年と比べても、給付の対象者および給付総額は大幅に拡充されております。簡素ではありますけれども、しっかりした内容になっていると、と評価。 10% 段階からの軽減税率導入については、
軽減税率導入の議論を加速化してまいりたいと思います。自民党と公明党はすでに消費税 10% への引き上げの段階では食料品などの軽減税率の導入を目指すということで合意をいたしております。与党内における検討のための議論を加速化して今年の年末において一定の結論を得てまいりたいと思います、と決意を表明しました。